はい。じゃあ次いきます。えー、発生1フレの弱攻撃があったとして、どれくらいうのリーチだったら壊れ技になるでしょうか龍のサンフレコパンの半分のリーチの壊れになりますかねあー、これ結構面白いね。まあ、密着でだけ当たるとかやったら結構面白いと思うけどね。実際あの、あるんですよね。バーチャのバネッサの、ベネッサのディフェンシブムーブの時の、めちゃくちゃリーチ長い、長い、短いけど、一番発生早いみたいな技あるんですよね。あ8フレ技かな。普段の 確かにジャブの発生が10フれなんですけど、ベネッサのその技だけ3、8フレなんですよね。だからフレームを無視できる。あと、ヨシミツだね。鉄拳のヨシミツのヨシミツブレードって技があって、密着したと相手にだけ当たるんですけど、発生めっちゃ早いんですよ。だから、無敵技みたいな感じなんですよね。ある意味それが。3D とこの。まあ、2D やとな。昇竜拳があるから、あんまりそういうのがないよな。 まあ、密着だけ当たるとかじゃないやったら、まあ面白いかもね、もしかしたら。まあ、それをどう調整すんのかっていうのはすごい難しいけどね。マイナス1で <laughs>、まあ、駒投げみたいなもんか。祖国みたいなもんだな、言うたら。まあ、そういうキャラが、あの、いてもいいと思う。あの、面白いと思う、普通に。実際、あの、残ギとかに、マイナス1背負ったら、祖国食らうやん。まあ、そういうノリで、キャラ対策が、他に生まれるから、結構いいかもしれないな。 以前スタンさせた後に勝利を2回変わるものとか知らん人からしたらあおりにしか見えないよなぁとおっしゃっていたと思うんですが言ったかなぁ見事にスト6で必殺技変わるぶりのゲージチックスが廃止されましたえーそうなんや必殺技でたまらなくなったんやゲージまあ今でもあの今ってスト5のゲージチックスって結構面白くてたまる技とたまらん技設置されてるんですよね例えば 小流拳って空振った時にゲージ溜まるじゃないですか。でも、ネカリの決起ってゲージ溜まらないんですよ。だから、遠距離で少なくゲージ溜まる、溜めれる技は溜めれなくしてるんですよね。ああ、これ結構細かいなと思って。まあ、いい調整だと思うんですけど、決起でゲージ溜まらないの。だから、6に関してはもう全部そうなってるってことだよね。うん。ああ、そう、ソニックのジャストフレームとかね。まあ、だ結局結構難しいゲームになりそうなんですよね、スト6は。まあ、俺はスト6は、いや、特にでもないかな。 まあ、特にないっすね、正直。こうしてほしいっていうのは。まあ、出たらとりあえずやるかって感じなんで。まあ、ジャストフレームはまあ、どれぐらいの式になるかだね。どれぐらい有利になるかだね。ジャストしたことによって。それがもう必須ってなるとかなりやり込み原因になるね。まあ、でも結構、6は、あのー、原点回帰って感じじゃないね。割と、あのー、難しい寄りのゲームやと思います、今のところ。だから結構、昨今、その、どんどん簡単にしていこうって長いですけど、 シックスは違うね普通にシステム多いしジャスト入力もあるしで普通にあのやり込み要素がある難しい目のゲーム昔の格言に近い感じになってる気はしますね情報だけ見てるとじゃあ次行きますえー昨日の夜にえー、日課の上京してる時に街灯の根元にノコギリックがかったオスがいましたもう夏が来てるんだねタッちゃんいつだこれ1ヶ月前だえ いいなぁ、ノコギリクワガタの鬼。押す。いや、俺も結構公園とか行ってて、ワンチャンおるんちゃうかなってっ、毎週探してんねんけど、やっぱなかなかクワガタとかカブトシはいないですね。まあ、カナブンとか、ハナムグリはよくいるんですけど、カナブンは結構多いっすね。あと、先週とか水遊びしてたじゃないですか。水遊びしてて、なんかね <laughs>、 かなぶんがなんかあの水にダイブしよるんですよね。で、ダイブして、うわーみたいな感じで溺れてるんですよ。で、溺れてるから、助けてあげるじゃないですか。せっせ生せっせと。で、助けてあげて、で、また数分したらまだうわーってなんか、水の中にまた入っていってなんか、まだ溺れてるんですよ。あれなんなんでしょうね。なんであいつら、水にあんな、入っていくんやろうな。うん。いや、俺はもうあの、あれっすよ。せっせと水を、 つうか、やばいっすよ、俺らの。虫の救出っぷり。暑いんかな。だから、昨日とかやばくて、あのー、公園でまだ、あ、飛んでたんですけど、あの、ミミズが地上炎で出て,て、なんか、もう虫の息になってたんですよ。あ、もう、やべえひからみそうだみたいになってて。で、それ嫁をそれを見て、先生先生と、あの、水を <laughs> かけてあげて、 で、家族3人で、もうせっせと水運んで、<laughs> 相当吸収しますからね。虫を、俺ら。で、あの、子供も、私もやるっ、つって。あの、あれやん、水飲み場みたいな、あれにこう、まあ、さすがにもう助からないでしょうけどね。まあ、そういう活動をしてますね。でももう子供はなんかめちゃくちゃ虫ビビってますね。もう、セミとか、あのー、 まあ外出るときに駐車場とかにセミとかいたらもうそこ通れないみたいな感じ怖くてでも俺が捕まえるとめちゃくちゃ興味して見して見してって言うんやけどやっぱもうなんか虫をすげえ怖がってますねやっぱ2歳で結構怖がるんだなっていううーんそうだね虫をまあ嫌いというかなんか怖いって感じですねだから金分とかいてねそういうのいたら俺は手で触って どけるからあのー、嫁しかおらん時にパパはこれ手で取ってくれるんだけどなみたいな感じのことを言われるのが結構いやらしい <laughs> セミとかはそんな手で掴んで逃がすとかできへんやから分とかまあそんな感じっすねいやだクワガタ見つけたいなカミキリムシとかはたまにいんねんけどなまあそんな感じですわ